くりが池から望む立山立山修験とは、富山県の立山を中心として行われた修験道を言う。立山は霊山として古くから山岳信仰の対象となってきた。仏教では立山の大山などを極楽浄土、地獄谷を地獄に見立て記した立山万奈良を携えた足倉寺の講師が江戸時代に日本各地を回って山系を進め広まった。 神道における立山信仰は、小山神社を参照。立山主源の世界観は、今日まで伝わる、立山万奈らに描かれた世界を見ることで、伺かがい知ることができる。立山山六には、岩倉寺や足倉寺をはじめとした、信仰登山の拠点があった。足倉寺の集落には、幕末の最盛期には33の宿坊があった。そこに住む人々を中心に、 日本全国に肝心が行われ、福江光によれば、江戸城を奥まで広がっていた。立山は、女人近世であったため、江戸時代までは、入部を許されない女性のための布橋勘定会という、行事が、足倉寺で行われ、盛んであった。三年に一度行われ、目を布で覆った女性たちが橋の上に敷かれた白い、布の上を歩いて渡ると、極楽往生するというもので、 明治時代の廃物希釈により行われなくなったが、1996年より、地元住民らの手によって復活している。鎌倉時代から、江戸時代にかけて成立した、立山の解散演技は、大宝元年、立山を含む越中国国士とされる、佐伯有若の息子、佐伯有有りが白鷹を追って、立山奥深くに分け入り、阿弥陀三尊を仰ぎ見て、 実況と合して、立山大権限を建流したと伝える。立山信仰の背景には、三条高いが存在するという信仰があり、立山の三域の各所は、解散伝説に基づき、浄土と地獄にそれぞれ否定された。立山を巡拝することで、死後の世界を疑似体験し、形式上、高いに入り、死から戻ってくるという修行を積むことができ、超常的な力を身につけることができると、 考えられるようになった。縦山浄土としては、縦山三山、中でも大山は仏そのものであり、阿弥陀如来の仏国土である、極楽浄土の象徴とされた縦山地獄は、現在の地名にも残る地獄谷であり、異様衆漂う場所である。その近くの御栗が、池は地の池として、また、剣岳は、針山地獄であるとされた。ABC 黒部の 日本経済新聞日曜長官日経ザスタイル2020年2月2日2020年9月11日閲覧第36回サントリー地域文化賞と山県立山城布橋館上会実行委員会サントリーチャンネル2014年初期にありわか後にこのありよりと変化最初期には現在の富山県朝日町山崎の下流土とされた このため、小山登山が古来重視された。また、解散伝説に登場する焼き図を負った、阿弥陀如来像も、信仰の対象となった。ありがとうございます。